日本一です。元陽寺、おはよう寺、どうも近藤陽寺です。はい、ピプです。お願いします。はい、どうも、ちゃんこなしです。どうも、大手です。よろしくお願いします。はい、というわけで、今日の企画はですねスマホケース紹介。イエーイ。はい、ウィゴ135でですね、スマホケースをたくさん持ってきたので、それを皆さんに紹介していきたいと思います。それでは、いでよスマホケース。おお、これできた。ちなみに普段はどういうの使ってるのかな。これです。それは、これはあの普通の真っ黒のケースにシールを自分で貼ってて、やつ一発ケースです。あ、なるほどなるほど。私はパカパカ、結構前もあれですよね。ねえ、はい、マジ汚ねえ。いやでも洗濯した方がいいですよ。洗濯って言ったら臭くないの。それガッサガサだもん。だって言ったがもう5年ぐらい使ってんタオル、実家のタオル、バスタオルみたいな。マジっすか、いい匂いがする。嘘。いい匂いじゃない。あ、なんか、毛束こぼれ。いろいろやばい。なるほどなるほどね。じゃあちょっとなんか今日はももくんにちょっとケース選んであげよう。確かに、外国人のお客さんがよく買っていけます。あ、なるほどね。そっかそっか。全部500円から900円。シンプルでもいいっすよね。うん、これなんかつけれるんですよ、どっかに。ここさらに、なんかこういう食べ物系のさ、シリコンケース多くない？多いですね。ね、かわいい。こういうのなんか結構女の子つけてるイメージあるけどね。なんか携帯よりもだいぶ大きいサイズのものを携帯ポケット入らんやん、うん、つけてるイメージがある。3枚ぐらいカード入るからいいね。どれがいいか。でもなんかハート多くない？このなんか何プクプクの、なんか1、3個だけじゃなくて結構、なんかもう女子高生とかみんな流行ってて、みんな使ってる。めっちゃ可愛い。これなんか触りたくなる iPhone ケースだね。カメラつけてるけど、え、ちょっとそれ触らせてやみたいな。そこから仲良くなるあれですね。そうそうそう。iPhone ケースって基本でも話のネタになるから、なんか俺は本当に昔は1週間に1回とか付け替えてたり、せーの、ダーン。るちゃんこは何でそれですか。これパカパカするんで、うん、落としても大丈夫。ちょっとでもこれはあれだよ、男の子なんでこんな大きいものからダメだと思います。でもでもパカパカはね、今も使ってるのもパカパカなのでパカパカがいいかもしれないけれども、今もやってるは私はすごいアイドルオタクなんですけど、これつけた時にここにチェキ挟むの超可愛いんじゃないかって思って。いいじゃん、ここにアイドルが来るように。いいじゃん。アイドル好きだよね。ジャニーズとか好きだから、まあ、トレカとか入れてもらって、いつでも推しが見えるように。なんかしっくりきたよ。顔すごい仕様対応する。僕はですね、こちらです。これはなんと逆さにすると桃ここ桃がいっぱいついてる。桃くんだけに。あ、しっかり来てなさそうです。どこも来てねえじゃん。じゃあこの3つの中でね、この中で言うとどれが一番いいかを決めてください。え、まあ、ヨジくんのイエーイ。あ、かわいいじゃん。ええやん。ほら、かわいいよ、桃がいっぱい。今日から1週間はこれでお願いします。番組からのプレゼント。そう、めっちゃでもちょっと照れちゃうね。でもね、なんか電車の中のさ、全然これよりは多分いいと思う。めっちゃ大事ですよね。これなんか恥ずかしいと思う、ちょっと。まあまあ大事なものかもしれないけどね。ちょっとあの保管してください。一回洗ってください、これ。はい、というわけで皆さんもね、本当に500円からあの iPhone ケースいっぱいあるのでね、たくさんUIGO135に行ってお気に入りの iPhone ケースを見つけてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。